緊急速報、大塚コーチをドミニカ派遣。森重連れてけよ。大塚コーチのドミニカ派遣。もともとメジャーで中米障害担当も務めた大塚コーチ。立浪監督は彼をドミニカの新外国人野手の獲得に同行させることを決定した。大塚さん、さようなら。沖合なら亡命してたな。大塚さんってもともと侍ジャパンにも選出されてたね。アキーノよりはいいやつ頼む。立浪の打撃フォーム改造を無視できるくらいの強いメンタルを持ってる外国人を探してくれ。タッツが納得する外国人なんて存在せんやろ。中日ファンが満足する選手って、コンタクト率と守備がある程度破綻してない MLB 選手なんやぞ。そんな人がいたら MLB 球団が取ってるわ。今年の規定打席到達した外人が3人しかおらん。もう外国人野手に頼る時代は終わった説。代打立浪で十分です。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。